中国とロシア、北朝鮮制裁違反か。昨日、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁委員会議長を務めるドイツのクリストフ・ホイスゲン国連大使が、中国とロシアが意図的に北朝鮮に対する石油の輸入監視を妨害していると批判しました。現在、制裁によって北朝鮮は石油を 年間50万バレルしか輸入できないはずでございますが、中国とロシアが石油製品の輸出を続け、実際には160万バレルが輸入されている模様です。ホイ法律ン国連大使は、中国とロシアは輸出量の報告をバレル単位ではなく、トンで行っている上、単位の換算量に合意せず、 制裁判の検証を難しくしている。この問題は3年以上も続いていると批判されておられますが、こういった中国やロシアが北朝鮮を延命し、様々な問題を引き起こしている原因となってしまっておりますので、ぜひともこういった制裁判を意図的に行っている国に対しては、 国連として制裁を課していただき、これ以上北朝鮮が問題を引き起こし続けることがないように、厳しく対処していただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。